こんにちは、かなです。チャンネル登録お願いします。まずはビートチェック。先行俺、高校あなた、8小節4本、レディーファイ。ここは知名度上げる勝負ではなくて、自分なり相手致命傷を与えるイメージ、解像度上げて高める頭の回転を。再現不能のフリースタイル、一期一会だぜ。いちご味みたいな甘い話、ここにはいらない。ミックスカクテルシックスバース。イスキル持てるあんたのそれも俺が全部手に入れる。ゲタハイわかる、全員を吸収、あんたは加糖なし、低脂肪牛乳みたい。それじゃさ、佐藤さんとか加藤さんぐらいありふれてる名字みたい。それも悪かねえが、バトル必要なのオリジナリティだぜ。いいね、そんなノリあんたもできるなら俺もやってみようかなって思っちまうけれどさ、バトルオンオフをつけちゃうあかん。坊ちゃんそれ、坊ちゃん傍観相関、冗談吐いても意味ないぜ。パッと去るお前、シャットダウンしちまうな。お前は肩落ち、老朽化したコンピューター用なしちゃん。まあうまいけども、そこら辺にありふれてるという点でオリジナルじゃないぜ。単なるプラスチックカード、俺ぶっちぎりクラウチングスタート。来てるから追いつけない、俺の独壇場。さあ書きてくれよ、ご来場はありがとう、ご愛顧もありがとう、だけど愛好はない。終了、レッツジャッジ。延長、先行後攻入れ替えます。まずはビートチェック。先行あなた、後攻俺、8小節4本、レディーファイ。陰を踏んどきゃいい、それさ当たり障りがないけれども、正直中身がない。ポットで活かせの流行り病だと思ってる俺はな。だから刺さり足りない、光が当たらない。そういう奴らにスポットライト当たるミュージック作りたい。
いいね、あんたのさミュージックによってきたから、これ成功の目撃者として、いやでも俺も傍観してるだけでは物足りない冒険者だから、自分の力でデンジャー手に入れるまではやめられねえんだ。幾多のペインを経験してゲインするためのこの礼儀作法だ。いいね、百列コンボけども人のライム借り物競争よくできました。それで得点はゼロだろベロ、回してゲドまたセットしてくゲドからもヘロ、お前なんてヘロインでもやってるんかぐらい頭ぶっ飛んでんな。最終バスを食らってやる気を出せ、これは俺からのアンチテーゼでありアドバイス、つまりはラップのチュートリアル、ぶっ飛ぶハーク俺がぶっといラップ、自分信じ続けてんの日進月歩ってことさ。こんにちは、かなです。チャンネル登録お願いします。まずはビートチェック。先行俺、高校あなた、8小節4本、レディーファイ。言葉の使い方、間の使い方、間抜けだな、お前はグーフィーフェイス。スカーフェイスには一生なれねえ、いつでもマイペースの俺とは違うぜ、お前はマイク握ってるだけ、言葉を吐いて捨ててるだけ、そんなんじゃ何も蹴り、自分との過去はつけられねえ。ノリが大事だぜ言う乱戦、お前が言う乱戦、空間でもがいて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 泡になって消えちゃう瞬間で、全然違うな格が、分かってるよ胸張るカスが、俺ならハスラー気にしねえまんま、ありのまんまでいつでもマスター。やればやるほど味が出て、何回も思考回数を増やしたら思考の域に到達できるルーレット、消えちゃう数秒行、俺は黒玉わかる黒ちゃんがみたいな、お前の頭はパッパラッパだな、花畑のやつに負ける気なんて鼻からないな。このバトルはフリースタイルブレイコー、俺に対して無抵抗、それなら意味ねえ、すげえ貴重、お前なんてゾーンに入れないからブレーキならば取っ払ってる、わかってる、お前スキルネタは置いといて、こいつ向上しねえ初期設定。終了、レッツチャーチ、延長先行高校入れ替えます。まずはビートチェック。先行あなた、高校俺、8小節4本、レディーファイ。
商品紹介、自分の自慢話で終わっちまうならまあまあまだマシだけれどもさ、いいにをかけられっぱなし、それならマジ見てられないから、俺が始まりから導いちゃう、わかるかな道、俺が切り開く、お前くだらないディスは見向きなしだぜ。どうやら少々ばっかしさ、おつむが弱いらし、それじゃ台無しだ、台なりで小なりでダイアリーを残すぜ、俺なら海外にでも行っちゃうぐらいスケール感、こいつのラップはすげえ無駄だろう、だってこんがり丸刈り焼けてる焼き豚、それじゃただのうさ。いいね、傷つけ合いの裏側に愛がある、戦い俺はそういうのがしたい、慣れ合いとか表面上での仲良し、付き合いきれない、切っても切れない、いくら切っても切っても歯向かってくるあんたのファイティングスタイル、ぶっ壊すライジングライム。いいね、最後のバースに締めてドヤ顔で終わって動画を閉じようとしてるあんたに不意に四角からパンチパンチパンチ、これがライミだ、わかる、タイミタイミタイミみたいに徒歩でお金稼ぐような野暮な話はしないぜ、お前はサボテン突っ立ってるだけ、トゲなしだぜ。こんにちは、かなです。チャンネル登録お願いします。まずはビートチェック。先行俺、高校あなた、8小節4本、レディーファイ。ここからまず一本目ではついてこれる、君はまずゆっくりビートに乗ることから覚えてべきだろって、定期定期定期パキパキやってる、これなら目はパキパキではないけど正々堂々出し切ってるよ、精神をかけた戦いだからさ、これはゆっくり乗ってる言葉でスローペースだろ、ついてはこれないワックちゃん、それならばその場所で黙っちゃう、ノリ任せじゃない、俺の勝利、不可抗力、このビート U はどうする。確かに最後はグだったけれども、最初からケツまでずっとグだってる、あんたのラップに比べちゃ俺の方が上出来って分かってるかな、こうやって滑らか言葉を積むだけ、インフムだけじゃないちょ、これなら即興分かってるっしょ、お前をぶっ壊す今夜のミッション、栄養シンメトリー、俺はベッドリー、言葉シーンにはめてずらしながらもラップうまくやってる、えい分かる、そういうとこお前のアンサー、変えてこないならば聞いてても仕方がないな。確かにアンサーないのはおあいこかもしれないけど、まあ笑っちゃうよ、おあいそうよ、じゃんけんで言ったらあいこかもしれないけども、カブトムシは前密に群がる、お前のビーチよ、俺は花火夏祭り、上から上がる下から見ない、だってすでに上にいるから見下してる、お前おうしザおうしとダサすぎ、言葉吐くぜ今日も各一、you
お前マジでそれ最後ぐだりまくり、このゆかりのビートだけで疲れちまってるなら、うずいて意味ない言葉で吐き出す、まずまだ足りない、こんなフローもできない、お前ならくだらないなら耳塞いで、その場で嫉妬落としとけ、俺なら楽勝楽勝の楽勝で、アクションアクションアクトしてくってわかるか、まずはさっそうと駆けつける、まるでオールマイト、えい、最後ヒロアカは完結、お前はダサい姿でエンディング迎えちゃう、そのダサいペース。終了、レッツジャッジ、延長先行後攻入れ替えます。まずはビートチェック。先行あなた、後攻レ、8小節4分、レディーファイト。お前のラップを認めるわ、あんたが上手くて強いっていうスタイルを認めた上で戦うわ、まるでドタマ対ファンク UMB みたいな対決始まり、わかる言葉でこの場所交わり、お前のダサい頭は勝ち割り、こんな熱いよ溶けちゃかき氷。おいおい、そんなジャチなチスを仕掛けんの？三日坊主みたい、お前の相手しかと面倒、俺はさシガレットがなくても飛べるよ、プーさんにとってのピグレットみたい、お前は規約ここで勝ち割る、繰り返す絶えずのたまうポイズンサンライズ。まあまあこんなことを言ってるけど、お前は大事だと思ってるよ、アイくん、ハムイマジハグライアイゲッ、わかるかさ、俺は今何を言ったか全くわからん、ちなみにけれどもさ、こっから見返している、やっぱ今がちゃんとあんの、前かわいいミーアキャット。あんたのラップは歌詞がないとあんまり聞き取れないか、歌詞いらないぐらいに言葉と言葉がはっきりしすぎてフローがない、どっちかだね、俺のフリースタイルは着実発音滑舌よし、わかるか、まるで喋りかつら春男児、お前汗臭いよ、ごめん。こんにちは、かなです。チャンネル登録お願いします。まずはビートチェック。先行俺、後攻あなた、8小節4本、レディーファイ。たまに言われるよ、ディスりが足んない、ディスりまくってやるから覚悟しとけ、マックしたてる、お前の見た目とかじゃなくてラップのダサさ、それ根底から崩しちゃうよ君、何言いたいのか正直意味不になっている、理解力も言葉を吐く力もない、ただのワックさ。お前があくびで TikTok、YouTube ショート見てる間、こっちは毎日40分日記を書き、3年文字の言葉を綴ってる。そしてプラスで英語で日記吐き出す、アウトプット質違うぜ、良質。それはどっちか、お前言っとけ、ラップの教室。
この動画を見てる時点でお前も見る側じゃ物足りなくなって、やる側に回りたくなった。そうになった以上やっぱアウトプットだろ。放出して放出して、自分がなくなるまで出してまた入れるの。入れて出すのが人間の生命の起源。ラップもそう、それが意見。友人がなくなったとしても歌い続けるぜ。風林火山のスタイル、わかるか突き通すぜ。自分の意地やぶし、日本の武人みたいなスタイル、わかってるか拙いものを伝えるためのマイクだろ。ワンマイクに全部魂精魂込めている。終了、レッツジャッジ、延長、先行後攻入れ替えます。まずはビートチェック。先行あなた、後攻例、8小節4分、レディーファイト。いやいや延長で失速しちゃってる。お前全速って聞きなくなるよ。定番ビートもオリジナルでかっけえビートも乗りこなさんと。やっぱラッパーどんなビートでもさ、言葉巧みに操る言葉の魔術師ってとこを見せないと、確信つくことはまらさらできないな。ダサいやつなら置いといて、まずは俺は言葉を一つ集めるぜ。言葉集めるルカさんに感謝。パンチラインを生まねえなあんた。一個もいい球が飛んでこないから、俺はあくびトンビやたかのように捕食する。お前草食獣、そう打つくん。そう、うつむくを感じまったけど、まあこっから想像力を膨らましていく。相当孤独な中でも暴走族、独走する孤独から独特のフロー運転だどてのろえよどてさまさのてたマスカ待っているマスターマイク使うラスナー。最後のあんたの素敵な指摘が俺に素敵に刺さっちまったような。最後音フローはめるために音だけ合わせた適当な言葉吐いちまった。それ反省けれども、こうやって素直に後目認められる真面目。誰も俺のことはほっとかねえ。 Check it now。 こんにちは、かなです。チャンネル登録お願いします。まずはビートチェック。先行俺、後攻あなた、8小節4本、レディーファイ。デイゴの花が咲き、俺の曲を聴いたらばみんながブーうーってなって、ワタファカビチ言葉を繰り出すクリミナルがこれし落としてく。名刺代わりの同志たち仲間と届ける形容しがたい面白い。福士ソータにも届いちゃうかも。俺の言葉だけ感じたいんだろ。
これはバトルだけちゃんとやんじゃねえの。俺ならまるでサトマンパレード。言葉一つ一つ複製されて皆の耳で増殖していく完全培養が立て、リスナー気づく最強だなって、やっぱこの場所最高やなって、最後尾から最前線へアップ。お前の頑張り妙なハタリハタリから吐くしながら、俺が吐くを抜きながら吐くしていく、吐く縛ってワンパク頑張る、まずまず活躍さすらうサムライスタイル、まだまだ止まりはしない。えい、最終バスの前にもうお前はとっくにやられる。はにゃさの賢者タイムみたい、俺は頑張る、ハキハキまずやるだろう。お前も魂燃やす人かけら、俺はやってるよない人影が。お前がそれ進化できないなら見境などない、リザードてか言葉まるでシューティングスター、グッときたラップでぶっ飛びな。終了、レッツジャッジ、延長、先行後攻入れ替えます。まずはビートチェック。先行あなた、後攻俺、8小節4分、レディーファイト。不穏なこの掛けビート無駄にするような乗り方、マジ聞いてられない。言葉ってやつ肩崩しながら、硬い意地とかは張らないで、俺が張りこれホリデー、楽しんだもんガチ、みんな見てね。言葉チェック、頭をチェック、スタイルチェック、お前枠それ明確。バトル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 で、お前体力すり切れて、リリック書く気力がなさそう。俺信長安土城を建設しちゃうよ、各自調子どう。えい、頂上決戦かもしれないけど、まだまだやるラップ、うまさが足りない。言葉スリッキーだろ、フリッキーフローならばついてこれない、スピードで詰めるだけだろう。自分のスタイル肩にはめちまってる時点で成長の芽ってやつは出ないぜ。お前は水やり欠かした枯れた植物だ、目も当てられない。太陽なくても輝けるんだな、俺の太陽は自分自身だから。最後まで飛ばしていく言葉で羽生えちゃって、まず延長ってのおかしいだろ。前のくだらない言葉ならパンケーキ食べたい。残念に連敗だね、惨敗。戦線宣告して連戦連戦で、連勝全然で、栄養遠慮とかねえもん、抵抗もしねえし、戦績かざして俺の勝利決まり。わなぶ